小山五郎は日本の銀行家、三井銀行の社長、会長を歴任した、群馬県大田市出身。1932年に東京帝国大学経済学部卒業後、三井銀行を入校。三井グループの命取りになりかねなかった、イランジャパン石油科学の後始末で尽力したが、この件では旧姓静岡高校の同窓だった。 中曽根康弘元首相の協力を取り付けたとも言われている。三越、金ヶ淵化学工業の再建では、黒幕的調整役として、手腕を発揮、江戸英雄と共に三井グループの長老として、数敬されたが頑固な性格から、喧嘩五郎と呼ばれ、また、人切り五郎、三井の狩猟などとも言われた。二千六年三月二日、心不全のため、東京都内の病院で死去。 96歳ボーつ。日本経済新聞はその訃報で、家中の栗を拾う、豪腕から、戦後の三井を、リードを投票し、また、旧日本工業銀行の中山総平、旧日本長期信用銀行の杉浦俊介らに続く、死により、戦後金融界のドンはほぼ奇跡に入ったと伝えた。無類のプロレスファンとして知られ、どんなに多忙であってもテレビのプロレス中継を欠かさず、見ていた。 また、絵画を趣味としており、少年時代は画家を目指していたほどであった。三井銀行を入行後も多忙を極める中、キャンパスに向かってコツコツと絵画制作をしていたという逸話が残る。没後に、作品の展覧会が加盟美術館にて開催されている。日本を守る国民会議顧問も務めた。三越が1982年に厚生取引委員会からの新決。 古代ペルシャ秘宝店の偽物騒ぎ、愛人への不当な利益供与などスキャンダルが続出した際、三越の社外取締役として岡田茂社長に辞職を進めるが、岡田は語気を強めて、五郎の提案を拒否。これを機に経営陣への根回しを行い、9月の岡田社長解任につなげる重要な役割を果たした。これについては、高杉良が、 王国の崩壊として上司している。妻は小山看護の娘で福沢諭吉の彦。五郎は結婚により小山家の婿養子となった。長男は東芝に、次男は東レに勤務していた。ありがとうございます。